無駄に 4K。 はい、ということで、今からですね、なんとか島に行ってきます。瀬良ヶ島に行ってきますよ。どうすかこのハゲ具合、僕の。どうすか怪しいでしょ。昨日ね、あやさんに、吉田さんだいぶ来てんじゃないかなこれみたいな、ここまで来てますよみたいな、まあ、確かにみたいな、ここまでデコですよみたいな、いや確かにデコできてるなみたいなね、 4K で僕のあれをね、毛根まで、そう毛根 4K ですよ。そうで、ああこれアルマーニらしいですよ。アルマーニ、なんかお高いみたいですね。なんか吉田さんそのサングラスアルマーニですよと、マジっすかっていうリアクションしときながら、アルマーニよく理解してないっていう。後からアルマーニってすごいんですかっていう。とりあえずリアクション。まあ、ブランドあんま分かんないですよね僕ね。そうブランド。そう。まああのアディダスは分かり、もう今日はアディダスなんですけど、アディダスっていうブランド分かります。アディダスね。今日はあのあやさんナイキですから。そう、いや今日ね晴れましたよ、ありがたい。なんかねあったかいっす、非常にちょうどいいっすね、めちゃくちゃちょうどいい。ちょうどいいって言ってもこれ2月ですから、ね、あそうそう。そう2月ではないっすね、半袖。そう2月ではない。いや昨日ほんと左ハンドルね、まあだいぶ綾さんも慣れてきた感じで、慣れましたね。そうなんかあのアクセルバーンみたいな、おお慣れてるなみたいな。だけどあの駐車場はあの止めちゃいけないんだ、ファミマでこの、まあ、まあ駐車はまだね、うん、駐車は結構でかいからきついんですよ。えでも枠っていうか、はい、あのちゃんとまっすぐには止まってましたよさっき。そうそう、まあでもあの、でかいからあれなんですよ。いいや、はい、パルコンってことですよ。ああ、前さドローン飛ばしたとこですね。そう、はい、そこのとこ、はい、あそう、ここ僕サングラスか忘れたんですけど、そのサングラスどこで買ったかっていうと、ここの道沿いずっと行くとファッションセンター島村が沖縄にあるんですけど、そこで300円でサングラスを買ったわけですよ。であすごいいい家っすね、はい、いいっすね、いいじゃないですか、ヤシの木がね。かっこいい、わめっちゃ気持ちいい。いややばいっすね、ここもう海ですからね、はい、あこっち海ですね。ちょっと画面では、はい画面ではちょっと、画面ちょっと僕移動できるんですよ今回。今回僕は助手席ですからね。そう、ほら、そう助手席なんで、しかもまあピンマイク付きなんで、まあ移動しても大丈夫。そうめっちゃ青い。青い。いい色っすね。そう。まあ iPhone 11 Pro にしたんですけど、昔はねレンズつけないとダメだったんだけど、やっぱねちょっと広角になってるから、これ純正のインカメですけど、全然撮れ広い。インカメで 4K ってすげえ時代だな。まあ求めてないと思いますけどね。いや求めてない知ってるんですけど、もう再来年ぐらいには 8K で、8K 求めてない 8K でもやし買ってきましたみたいな。 8K 多分ね、 8K であの納豆買ってきましたとか、ね、ネギ買ってきましたっていう動画をアップロードする人は多分いないと思うんですよ。ちょっとそれやりたいなっていう。まあでも 8KBS とか 8K も放送されてるやつありますよね、確か。そうなんですか。確かなんか家電量販で行ったら 8K みたいな、 BS みたいな。ねえ、このいやほんと薄いな。ぺったんこですよこれ。いいじゃないですか、チャームポイント。チャームポイント、はい、いやほんとぺたんこやなこれ。チャー
これほんとやべえなこれ。あ、多分ここ、はい、はい、こっち側の絵綺麗ですよ。あ、あの橋渡るんで。よし、じゃあちょっと撮りましょう。僕のもう髪の毛は汚いですけど、ちょっとこれ、ね、サングラスかけてると分かんないですね。いやー、様になってるな。マスタングとアヤマスタングとアヤかっこいいじゃないですか、これかっこいい。マスタングとアヤかっこいいな。いや、だいぶかっこいいですよ。そう、45歳ね。45歳には見えないけど、多分ね、僕が45歳になったら多分ね、マジ髪の毛なくなってますね、これ。なんかやんないと。テクノロジーが、再生医療がテクノロジーね。そう、テクノロジー。ああ、いいな、これいいじゃないですか。いや、いい。これどうやって撮ってるかちょっとお見せしましょう。これすごいですよ。はい、ですね、この足で固定してるんですけど、これね、足で固定するっていう荒技です足があれば何でもできる。いやー、いいわ。いやー、沖縄いいっすね贅沢ですね。贅沢っすね。火曜日ですよ、今日。今日火曜日っすか。はい、そう、まあ、土平日。そう、昨日夜話してたんですけど、沖縄は車社会らしいんですね。で、夕方その戻ってたんですけど、超渋滞なんですよ。ダイヤさんと話してたのが、沖縄に住んでる人もう車の渋滞に毎日巻き込まれて大変だなみたいな。何のために沖縄に住んでんのかみたいなね大変ですよね、うん、まあそういう人も中には結構な割合でいるんじゃないのかなって。まあでも車しか道はないんで、でみんな車使うから、うん、大変ですね。何もできないですからね。そう、運転して、そう、運転して終わるみたいな、うん、だってあれね、2時間、まあ場所によってはね、通勤時間の距離にもよりますけど、そうですね、本当1時間半2時間かかる人もいてると思うんで、で、ま、朝もそうだと、まあそうですよね。あ、朝も通勤ラッシュですね、うん、なんか山手線の通勤ラッシュ、車番だ、大変だ、かなりね、うん、そう考えると。吉谷さんだったら30本ぐらい動画アップできちゃう。あ、そうです僕だったらまあいいんですよ。僕は渋滞ウェルカムなんで、別にあの動画撮ればいいって言ったんですけどもう一般の人はもう何もすることないじゃないですか。そうですね、ぼやけないし。ぼやけないしね。そう、まあ、ぼやいてるかもしれないけど発信はしないですからね。あ、そう、発信はしないですね。発信しないとね。そうそう、おー、すごいな。あ、ちょっとすごいらしいんで、ちょっと映しましょう。あの、すごい感がね、サングラスしてるとあんまよくわかんないっていう。暗いんですよ。暗い。あ、すごい。もうサングラスしてると結構黒いんで。屋根がない。いや、これザ・ネットビジネスって感じやな。感じやな。いや、昔憧れてたわけですよ、僕は。こういう生活をね、いいなみたいな。あれ、行っちゃっていいの。あ、行っちゃって、はい、あれ行ってるか、はい、ファミマさん。よいしょ。どうやったらこんな生活を送れるんだろうと思ってましたからね、僕。15年前。実現しましたね。実現しましたね、15年かけて15年かかったけど実現できてよかったわ。
まあでも髪の毛あるうちに実現できてよかったっすよ、とりあえず。これなんか動画で言ったな、動画ちょっと公開した、もう公開しましたけど昨日のやつで、まあ、あやさんのね成功の成功、あ今年か、今年の2つのポイントみたいな、2つのポイントでしたっけ、はい、そう2つあやさんが掲げた2つの今年のねポイントがあって、恐れいいっすねみたいな、まあ、それが何かっていうと、まあ、発信と情報発信するのと関わるっていう、関わるっていうね、そうだから多分ね、僕もいろんな人に関わってきましたけど、あやさんに関わったことでやっぱね、なんかまたエナジーですね。エナジー化学反応ですね。ケミストリーですよ。まあ僕がケミストリーのあのちょっとドカタだったのが僕で、ひょろいですけど、であやさんがあのかっこいい方です。まあ両方かっこいいと思うんですけど、あの こういう人いたじゃないですか。こういう人。ちょっと名前は超初期ですね。あ初期。これ僕アサヤンですよね、あれ。アサヤン。そうアサヤン見てましたから、僕アサヤン知らないでしょ。アサヤンからモームス生まれてますから。アサヤン知ってるでしょ。え知ってるます？知ってるでしょ。え結構古くないですかアサヤン？ん？アサヤンって古くないですか？うん。今の子は知らないですよね、多分。いやだってね、あの、はい、そんな10代20代の人の方が少ないでしょ。あ確かに朝やん懐かしいですね。あそうだ朝やんで思い出した。そうあの朝やんでつんくさんがねモームス作りましたけど、そうつんくさんが歌えなくなっちゃったわけですよ。喉の病気で、で今もう喋れないわけなんですけど、まあ、ずっとアーティストしてて、まあそのいろいろな思いがあったと思いますよ、その歌えなくなるっていう。だけど喉の手術して喋れなくなって、まあ、そこから何が伝えたいのかっていうと、なんやろうな、何やろうな。おなんだこれ。あ横浜、あキャンプだ、キャンプですね。 DNA キャンプやってるみたいですね。まあいろいろ人生あるってことですよ。それでもやっぱね前に進まないと。そうだからそうよくなんか動画で喋りができませんとかね、なんか発信できない人多いんですけど、そのつんくさんですよ。そう言いたかったのは、それですよ。要は喋れるんだからもったいなくないですか。明日喋れなくなるかもしれないんだから喋っといた方がいいですよ。だって損はないですよ。だって僕あのまあ損あるかあるかもしれないけど得の方がでかいんで、だ僕のぼやき、そうぼやい、あそうだ野村さん今日、あこれねなんか再生結構、ま、ちょっと回ってたんですけど、今日朝起きたらなんとあの野村監督が亡くなり、ちょっと言えてないですけど、まあ言っちゃったらしいんですね。で僕はすぐ動画を撮ったんですけど、まあ再生ちょっと多分回ってましたね少し。ぼやきですよ。僕はあのぼやきシリーズは野村さんのパクリですから完全。だってぼやきという本があるんですよ。野村のぼやきっていう。でも吉谷のぼやきっていうね、今度あのあれぐらいの年齢になったら作ろうかな。野村のぼやき。吉谷のぼやき。まあちょっと権威出してください、ね。頑張ります。頑張りましまあ僕はあの髪の毛は頑張れてないですけど、ああ気持ちいい。ああとね話すことによって、そう僕がその今まで話して口下手で話してないし人見知りで
話してなかったんですけども、話すことによってストレスがたまらなくなりましたね。要はその溜めなくなったんで、結構だストレスがないんですよ、うん、髪の毛はストレス あるのか分かんないですけどいやストレス結構ないですよ。昔がやばかったからな。だから例えば車の渋滞してる時ってストレス感じる人多いと思うんですけど、僕はあの喋るじゃないですか、あ、そう渋滞を喋れるみたいな、あ、そうストレスないですよ。あった、ここだ、ファッションセンター島村ありますからここにね。そう、へえ。このサングラスはいくらか分かんないですけど、ファッションセンター島村300円でしたからこれおいくら万円ですか、アルマニュー。あー、忘れました。あ、忘れ、3、4万らしいですね。ファッションセンター島村300円ですから。まあ金があろうがなかろうが、まあサングラスは買えますよ、300円あれば。昨日あの夕日のところで、まあそれ動画アップしましたけど。あ、もうアップしたんですか。あ、もうアップしましたよ。あれはちょっと昨日ブログのテーマが左ハンドルだったんで、それに合わせてアップしたいなって。僕は昨日の反省を生かしてちょっと朝ブログも書きました。45分30分できつかったんです。まあ、今日の朝も結構きつかったですけどね。あの早く出ないといけないんで、ババッて書いて。あ、そうそうそう、まあ継続してやるコツとしてはやっぱね、完璧をあんま求めないってことですね。うん、それ大事。完璧なんていらないです。はい、完璧なんていらない。あ、完璧なんていらない、出たあや名言出ましたね完璧なんていらない。あ、かっこいい。やっぱね、かっこいい男が言うと何でもかっこいいなじゃん。いや、その風潮で言われたらね、かっこいいですよ。ね、完璧なんていらない。それなんでですか？ん？そう、完璧なんていらないっていうのはなんでですか？みんな完璧求めるじゃないですか。うん。だって完璧がかっこいいとは限らないじゃないですか。あ、完璧が価値が高いとは限らないですよね。あ、なるほど。うん、うん、それだけ。ただ単純に。ただ完璧が最良のものとは限らない以上を求める必要ないじゃないですか。うん、ああ、まあそうですね。単純に。単純に。だって絶世の美女、もうどこからも、うん、はい、もうケチのつけようのない、うん、パーフェクトな絶世の美女がいたとして。うん、いたとして。うん。だからその人が女優だったとして、うん、モデルだったとして、うん、一番人気が出るのか、うん、はい、一番金を稼ぐことができるのか、うん、一番尊敬されるのか、うんうん、別の話じゃないですか。あ、そうですね、うんうん、完璧って別にいらないですよね。あ、なるほどね、って思いますけど。しかも完璧の定義も人によって全然違うし。あ、まあ確かにそうですね、うん。そう、これは僕は本当ありとあらゆる動画アップして、それを固定概念崩してきたんで、あ、これでもいいんだみたいな、うん、あ、これ逆にこっちの方がいいのみたいな逆にこっちの方がいいんだみたいな、なんかまあもう本当毎回概念崩されましたね、いろいろやって。そうですね、うん、だからやっぱ見る人によって変わるので、うん、だってある人にとってはクソ動画なんですけど、ある人にとっては、あ、吉谷さんそれ待ってましたなんですよ。だからよくわかんないですよね。だって僕のぼやきですよ、野村監督のぼやきじゃないんですよ誰やねんお前みたいなね。本当テストでね、この前嬉しかったのが、そのぼやきしかタイトルでやってないやつがあって、それ見てくれてお問い合わせいただきましたからね、会いたいですみたいな、ぼやき見てたんだって。そうそう、
沖縄の空を映しますよ。この絵面なかなかないでしょう。この絵面なくないですか。これ多分 4K はずじゃないかな。希少性の塊ですよ。これなくないですか。まず屋根がないわけじゃないですか。屋根ないところからこう飛び出るみたいな。ないですねこれね。ないでしょう。なかなか希少性の塊。多分 4K でこれお届けできるのは僕に多分これは俺だけだな多分。沖縄の空を独り占め。マスタングの助手席で。マスタングの助手席で自由にね。自由にこれ。すごくないですかこれ。もう屋根がないですからね。貧乏じゃないんですよ一応。貧乏じゃないけど。貧乏で屋根ないって。貧乏ではない。そう。おもろいな。やっぱあれですよ、希少性出していかないと。出していかないと。出していかないと。そう。大事ですよ、大事。だって選ばれないといけないですから、やっぱり数ある中で。そういうことです。あ、こいつちょっとぶち抜いてるなみたいなね、なんかぶっ飛んでるなぐらいじゃないとやっぱ。昨日はい、ぶち抜いてた人いたじゃないですか。なんか動画の。あの人でも2万人ぐらいいましたよね。そう。あの人ぶち抜いてましたよね。まあおっしゃる通りで、あの人があの話をするとおっしゃる通りだみたいな。あれすごかったな。あの人ぶち抜いてましたね。そう、昨日面白い YouTube やってる人、面白いというかね、結構そのまあその外見側結構なんですよ。で外見が結構で話も結構よろしいみたいな。あれぶち抜いてましたね。だから本当にいろんな人の見た方がいいっすよ。だから結局あの人も発信して得してますから絶対に。だってあの人にもファンいるだろうし、まあ、相当いますよね。相当いますよね、うん、だって登録2万以上で、うん、で動画もなんか関連動画の再生数見ても、はいはい、平均して何万も。マジっすか、うん、見られてますからね。すげーな。超濃いですね。そうですね。あれは完全リピートですよね。見てる人。底辺。何でしたか。底辺の。底辺には、うん、底辺の下の下にはさらに下はいるみたいな。底辺のさらに下にはまた底辺がいるみたいな、ね。そうそう。で底辺みたいな絵面、ちょっとね外見というか、まあ、こんなかっこよくないわけですよ。まあ普通に太った、そうおっさんですね。油ぎっしゅなおじさん。そう、油ぎっしゅのねおっさんなんですけどね。そう、2万人ですよ。いやだからもうね関係ないですよ本当に。関係ない。マインドブロックですね。そう、マインドブロックですね、間違いなく。まあ、上手にやらなければいけない、綺麗な格好をしなければいけない、うん、見た目がかっこよくなければいけない、美しくなければいけない、うん、っていうような。そうですね、うん、まあ、そういう人はもちろんそういう人でいいし、うん、じゃなければじゃなくていいわけですからね。まあそうですね、うん、そうそうそう。別にそれを否定してるわけじゃないんですけど、それが足かせになってなんか発信しないっていうのはもったいないなっていうところです。それをね、美を追求するとか何かを追求するとかね、まあいいことだし、さそれを求めすぎるとできないんですよ、うん、一つの。だから一昨日ぐらいに、はい、吉田さんも言ってたように、はい、京子さんの動画で、はい、綺麗になりますよねって言ってたじゃないですか。 あ、はい、だからあえて発信をしていくことによって、はい、人目に自分自身を晒していくことによって、うん、いろいろと研究もしていくだろうし、工夫もしていくだろうし、うん、人に見られるっていうことに対しての体制がついていくとか、うん、そういうことによってさらに、うん、いい意味の循環が生まれていくわけですよね。まあ、だからそうですね。しゃべりも上手になっていくとか、うん、見た目も美しくなっていくとか、はい、だから結局なんか狭い部屋で体育座りしてても何にも変わんないから、うん、
動いていかないとっていう、発信していかないとって思いまっしゅ、うん、思いまっしゅ思いまっしゅね、そう、いやでもね、でも iPhone あればできますからね。そうなんですよ、インカメで 4K ですからね、いらないと思いますけどいらないと思いますけど、まあ、せっかくお空撮ってるんで屋根ないですから、うん、すごい時代なんですよ。あ、ブルーシール、あ、本当だ、結構でかいですね、うん、そんなにアイス食うのか。あ、でも沖縄は暑いですからね、うん、まあ、31みたいな感じですよね、うん、すごい立派じゃないですか、これですね、ファミレスみたい、ファミレスみたいですね、うん、アイス以外にも何か食えるんですかね見せてあげないって、あ、そうか、そう気が利かないっていうね、はい、ブルーシール、ブルーシール、ブルーシールの隣にスタバ、あ、なかなかファンキーですね、うん、なかなかファンキーだな。ジョイント、ジョイントすればいいのに。そうですね、いいじゃないですかね。うん、いいですね。スタバ、スターバといいですね。フューチャリング、フューチャリング、ブルーシールアイスクリーム、いいと思います。あ、これアメ村だ。はい。アメ村じゃないや、アメリカンビレッジだ。観覧車が今ありました。見えました。ありました。観覧車。あ、あったあった。あれですね、うん。はいはい。帰り行く予定です。そうですね。水族館行って、そう、今日はチュラチュラ海、チュラ海、チュラ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 海、チュラ海水族館、水族館、水族館、チュラ海水族館行って、ナイトパック、そう、ナイトパック、18時から21時がナイトパックみたいです、はい、あ、そうなんですか、うん、でなんかその、はい、ナイトパック時間帯用の、はい、なんかイベントもあるみたいです、へえ、らしいでしょ。僕も 3,4 年前チュラ海行ってきたんですけど、一人で行ってきたから、男一人でチュラ海は寂しいですよすぐ出ちゃう、そう、すぐ出ちゃう、いや、なかなか寂しい。やっぱね、水族館はやっぱ一人で行くもんじゃないですねでもまあそれもまあそれもまあおつってね、それ撮ってなかったんですか。多分撮ってると思うんですけど、その時の動画って僕1000本以上あるんですよ、 iPhone で撮りまくってて、で、未だにアップしてないんですよね、それ。あ、めっちゃあるんですよ、未公開。そう、未公開の、そのだからインタビューとかしてるんですよ、そのパーキングエリアで、ここ どうなんですかみたいな。誰にですか。なんかさ、パーキングエリアでなんか、出店あるじゃないですか、はい、よく。で、それで、こううまいっすかみたいな、なんか勝手に、なんかペットボトルでいつかどうかみたいなっていう、結構若い時のイケイケのだ、それ、ああ、全然知らない人の、そうそう、全然知らない人に、あのすいません、僕、うん、YouTube やってるんですけどみたいな。ああ、なるほど、いつかみたいな。おお、すごい攻めてるじゃん。結構攻めてましたね、昔今はもうできないですよ、ね、今もうちょっと、昔できたんですよ、コミュ障が。そう、なんかね、昔はね、やっぱね、もうなんでこんだけ動画撮ってるんですけど、なんかそれできなくなっちゃいましたね。なんかはずいというか、昔できてたんですよね、それ。だ、その時はですよ、もう iPhone の自撮り棒もなかったわけですよ。だから自撮り棒もないから、手のスタビライザーですよ、手でやってましたね。iPhone 5S ですね。iPhone 5S の時代だ。そう、iPhone 5S めっちゃ使ったな。多分 iPhone 5S を一番使いましたね、僕は。あれ相当使ったな。5S? iPhone 5S です。今11 Pro なんで、何個前だ。半分前ですね。半分前だ。昔はね、ちっちゃいしね、iPhone5 のやつはちっちゃかったし、ポケットからすぐ出してみたいな。いやー、気持ちいい、気持ちいい。もうちょっとしたら、ヤシの木が見えますよ、多分。ああ、そうなんですか。多分もうちょっとしたらヤシの木ゾーンですよ。ああ、確かに。
あ、ちょっとヤシの木ゾーン取らないと。取りながら取るっていうね、なかなか新しいでしょみんな効率を求めてるじゃないですか。これぞ効率ですよ。あ、ヤシ、あ、ヤシの木こっちだな。左ハンドルだしね。左ハンドルだからあ、でもこっちちょっとありますね、ヤシ。でも流れ、あ、はい、そっか。いや、このがこっちの画角だったら映んないですね。ああ、ちょっとじゃあ変えますよ。こう一応変えられるんで、こう。もういいじゃないですか、これで。僕映んないですけど。はい、じゃあ行きましょう。はい。よし。いや、僕もね、BM 乗ってた時はここにのあのバチャッとできたんですけど、できないから考えて、お、自撮り棒あるなみたいな。自撮り棒を、まあいいや。次がもう完全ヤシの木ゾーンですよ。次ヤシの木ゾーン。僕の髪の毛もヤシの木みたいですけど。これやばないマジで。ちょっとね、ほんとね。これやばないですか、ちょっと。完全ヤシの木でしょ。人間ヤシの木。完全これ足の木じゃないですか、こんなの。いや、やっぱネタ持ってるっていいっすね、これね。いいっすね。希少性の方。希少性。人間ヤシの木ってすごい。おもろ。OK、 はい、よし。あー、綺麗、綺麗だ。いやー、雲が綺麗ですね。ということで30分ぐらい経ったのでね、30分ぐらい経ったから一旦切るよ。切られたくない。あ、切られたくないんだ。切られたくないか、気持ちわかる、うん、気持ちわかるよ。もうちょっと沖縄の空を満喫したでしょ。気持ちわかるけどね。気持ちわかるよ。わかるんだけど